はい、皆さんおはようございます。今日はね、ソロ聴講ということでやってまいりました。まあご存知の通り、春ってことでね、トラップ狙っていきたいと思います。はい、ポイント入りました。1投目ね、広末入りキャストプラスのね 3.55 モンスターマスターっすね。さてさてですよ、皆様、お塩が効いてんのか。今日は中塩ですね。干潮前、干潮前のタイミング。1回ずつの、しゃくりで息をしっかりと当たさせるっていうことを意識して、やっていきます。どうぞ。青島確保だ。もうですね、いいもだ。回収したエビです。エメラルダスのステーっぽいっすね。エギはね、デュエルのダートマスターリアイソーラトルタイプですね。足元までイメージして丁寧に釣っていきたいと思います。特にね、足元ストラクチャーが多いんですよね。こういう堤防とかね、ただ基礎がね、こう回転に積んであったりとか、ここはね基礎があって、その際に石がねガーッて積んであって駆け上がりになってるんですよ。でこういったところを足元まで丁寧に、はい、イカが好むポイントはやっぱり駆け上がりとかね、ストラクチャーがあると好むんで。かってみます。はい、見て、エギ抜いたらないやん。ちょっとなんででしょうね、これ。怖い怖い怖い。怨念？怨念っぽくない？はい、皆さんおはようございます。今日ね、ソロ聴講の2日目ですね。完全に日が上がった状態からスタートですけど、とりあえずで2日目キュルアップ頑張っていきたいと思います。400ぐらいですよね。ちょっとさっと測ってみようか。500アップですね。エギは、デュエルのね、ダートマスターの3号低オレンジダークグリーンですね。
マコこっちギャン流れば、ギャンギャン流れる。あ、釣れたこれ。あ、釣れたな。皆さんこれ釣れました。いや、これ釣れたろ、マー君。ほら、もかな、きかんな、ナマコかも。ナマコやん。あ、イカやん。タコやん、タコ。イカやん。イカやん。イカやったね。釣れましたよ。よかったよかったよかったよ。あ、マモ、でもマモあるやん。本当、じゃあ探りをしてもらってこいですか。まったい、もうやる気なくなってるやん。全然引かんやったな、でも。やりました。よかったですね。ちっちゃい、いやいやいや、ナイスです、ナイスです。キャストプラスですね。キャストプラスのグリーンっぽいですね。はい、オリーブっすね。オリーブか。ケムラオリーブかな。逃がしてやるんでしょ。はい。ありがとうございます。早めにお願いします。会えて本当に良かった。嬉しくて。嬉しくて言葉にできない。Me.